今から心拍をちょっと上げてみようかなと。心拍を、はい、自分でその運動とかじゃないんですか。そうです、そうです。この状態でですね、このまま。うわ、めっちゃ上がった。え、しゃべれ電波症状。はい、今日はですね、リサちゃんと一緒に、はい、コラボ企画、リサの何これとスターメーカーのコラボ企画ということで、この後進行していきたいなと思います。お願いします。はい、で今日のゲスト、山光さんでございます。山光さんっていうのはですね、気候ということをやってるんですけども。気候ってわからないでしょ。わからないです、うん。まあこれは後でいろいろ教えてもらうんですけど、またその気候を使っての、はい、メディカルフィーリングという、これ何かというと、これで世のドクターの方々がすごい助かってるって話なんです。うん、その人たちはコロナにかかった人は治していくんだけども、自分たちを治してくれる心のケアとか体のケアをしてくれる人がいないわけ。自分で自分のことをどうしていいか分かんないっていう状況の時に、そういう時この山光さんが来て、その気候で体をもう一度リセットしていくとか、さらに良くしていくとか。お医者さんを見てるお医者さん。そうだ、お医者さんではね、お医者さんではね、お医者さんではね。じゃじゃーん、こんな感じです。うわー、登ってる上がってるまずそうですね、リサちゃん、はい、この人生グラフを見て、はい、どう、どんな感じ。なんか最初マイナスってすごいよね。すごい、最初ってゼロスタートかなって思うんですけどゼロとかね。そうですね、そう、何が、でもだんだん上がってますね。階段みたいに上がってるから、あ、すごい上り調子なんだなって思ったら、ちょっと気になるところはあります。そうだね。生まれはどちらなんですか。生まれは一応名古屋ですね。名古屋で、ええ、そうです。名古屋で生まれて、で17、18で、そうですね、あの大学あって就職で、なそうです、大阪に、ええ、ちなみに何やってるんですか。最初はですね、大阪にいた時はなんか営業やってたんですよ。あの建築祭の。あ、また普通です。全然違う。そう、ある時その会社の営業ナンバーワンっていう人がほうおられたんですね。はい、でその方と仲良しになられて、うん、でいつも喋ってですね、うん、それである日あの会社に行ったらですね、青ざめて座ってるわけですよ。うん、どうしたんですか。どうしたんですかって聞いたらですね、うん、明日から青森に転勤してくれと言われたらしいんですよ。で、うちは組合があったので首はないんですけども、うん、まあ、ある意味左遷ですよね。だから要するにすごい、まあ、首みたいなもんなんですけども。でもトップですよね。あ、それであのずっとトップだったんですよ。今までずっとトップで、うん、でバブルが弾けて景気が低迷して、それであのでずっと会社に何十年勤めて、うん、もうあと3年ぐらい定年っていう時だったかな、その方は。僕その日それを見た瞬間に、うん、会社ってなんて怖いところなんだろう今まで散々頑張ってきた人が、うん、一夜にしてこう地獄に落とされるみたいな、うん、こんなところにずっと一緒いたら、うん、正直あの終わった時にいくらねチヤホヤされたとしても、その時に頑張ってチヤホヤされても、うん、何のあれもないなと思って、うんうんうん、ちょっと怖くなってしまった。はいはいはい。たまたま東京で知り合ったあのお友達がですね、うん、まだ24だったな、その方は、うん、当時それがその人が東京の駒沢っていう、うん、結構いい場所なんですけど、はいはい、駅から徒歩4分ぐらいのところに、近くじゃないですか、駒沢って。そう、近いです、ね、うん、治療院を出されたんですよ。ほう、24歳で治療院を出店したんですよ、うん、自分のお金で。治療院って何ですか。整体とか、あの骨継ぎみたいな感じなんですよ。まあ、当時その整体だったんですけども、柔道整復師の資格取ってこう出されたんですけども、で僕24歳でそんな駒沢にそういうところで運営するって言って、あの親のお金相当使ってやってるか家賃も高そうだし、どうやってそれ出したのって聞いたら、うん、全部自分でお金貯めて出したって言った。へー、すごい。と思って、どうやってやったんですかって聞いたら、自衛隊に入って、はあ、あの稼いで、ほう、その間資格を取って、ほう、独立したんだ。かっこいい。まさかそこの話を聞いて、はいはい、これだと思って、自衛隊に入ったわけです。あ、え？自衛隊に入ったわけです。え？
勤めてたところはその自衛隊の中で、まあ、あの日本で一番綺麗な朝霞駐屯地、朝霞駐屯地、はいはい、そこはですね、あのすごい綺麗な自衛官で、まあ、要するに企業の受け入れ研修、よく自衛隊研修とかじゃないですか、受け入れてる会社、あの場所で駐屯地で、はいはい、すごい綺麗だったんですよ、うんうんうん、で、あの唯一女性自衛官の、全国の女性自衛官 の、うん、あの研修施設でもあるんですよ。へー、女性自衛官って結構いらっしゃるんですか？めちゃくちゃいいです。そうなんだ、女性自衛官なんかめちゃくちゃいいですよ。で、特別国家公務員ということは、うん、まあ、今どうなのか分からないですけど、当時ボーナス3回あったんですね。それで、あの夏冬と春、春はまあ半分ですけども、うん、あって、うん、しかも命全然かからないで、うん、しかもあのめちゃくちゃ綺麗な施設なんで、うん、あの衣食住が全くかからないですね。食べ物は、ね、うん、あのビュッフェ形式の朝からもう取り放題。それで、あの菓子パンってあるじゃないですか、はい、山崎とかレディとか、あのパンが大量に置いてありまして、取り放題。だからもう食事は一切お金かからないんですよ、うん、でも変なし、それお菓子パンとかずっと取ってるけど、おやつもやらない、うん、売店は中東地内にありまして、正直居酒屋もあるぐらいな感じで。あ、そうなんですか。もう全てが揃ってしまうので、中に、そうなの、中にある、だから売店もありますし、うん、全て、ま、中でも賄えちゃうぐらいなんですね。そうなんですか。だからほとんど外に行かなければ、うん、めちゃくちゃお金が貯まるんですよ。でも23で、すごい人間離れな人がいて、はいはい、でそいつと出会うと。出会うんですね。その子、ごめんなさい、自衛隊はどうしてるんですか？自衛隊にいながらです。いや、自衛隊にいながらなんですね。自衛隊にいれながら、まあ、お金が少しあるので、はいはいはい、まあ、やっとその自由にお金を使えて、うん、いろんな自己投資ができるようになったんですね。はいはいはい、なるほど。勉強しに行ったりとか、習い事ができるようになったんです。はいはいはい、それが23とか4とか、そのようなところ、はいはい、どんな人に会ったんですか？最初だから、なんていうんですかね、気功の達人っていうんですかね。気功、はいはい、気功って分かる？分からないです。俺も詳しく分かんないんだけど、どういうものを気功っていうんですか？まあ、何人かよく気で人飛ばすとかっていうの見たことないです。わーっと飛んでいく人とか見たことあるんですか？人を転がす、なんか触ってないのに、はいはい、こうやって、実際そこにいるじゃない、はい、こうやってやるとゴロゴロゴロ、こうやってやるとゴロゴロゴロみたいな、はいはい、なるみたいな、あるわけ。あ、なんかすごい硬い屋根、こうやって回るみたいな。まあそういうのとかもあるけども、まあ屋根とか瓦ってことですか？あ、そう、瓦です、瓦です。そうですね。で、ある時その立ちの先生のとこにお会いしに行った時に、はい、K1 選手とかよくいる子、外人のでっかい人じゃないですか、うん、メートルぐらいの筋肉もりもりの、うん、そんなような人はですね、うん、まあ、僕より小さいですね、おじいちゃんみたいな先生がですよ、うん、まあ、ボッコボコですね、倒してるわけですよ。すごい。それで、僕も合気道とか見てたんで、うん、これ合気道って成り合いでやってんじゃないのかなと思って、うんうんうん、あの約束ね。そうそうそう、うん、なんか怪しいなと思って、うん、体験しないと信じないタイプで、あの、それで、当時僕も格闘技、その時自衛隊にバリバリ鍛えてて、あ、そうだ、そうだよね。あの、うん、当時はすごい、レンジャーじゃないですけど、死にかけるぐらい鍛えてたんで、それですごい鍛えて格闘技もやってたんで、ちょっと自信があったんですよ。うん、ぜひ僕と手合わせしてくださいって、うん、体験させてもらったんですね。小さいおじいちゃん で、 そうです、おいくつぐらいのことですか？当時50歳、55歳ぐらいですかね。ああ、なるほど。60手前だったかな、はい、うん、ぐらいの、まあ、僕もそのやらせていただいて、うん、まあ、とんでもない力でぶっ倒されるわけですね。へー。で、かなわないんですよ。山道さん、今から何が始まるんですか？今から心拍をちょっと上げてみようかなと。心拍を、はい、ちょっと今体が動いてるんで、はい、あの心拍ちょっとね110高めですけども、はい、ここからさらにですね、はい、上げていきたいなと。自分で自分でその運動とかじゃないですか？そうです、そうです。この状態でですね、このまま、はい、で大事なのはその呼吸でやってないってことですね。あ、ハーハーとかってやったりとかするとね、あの呼吸が速くなれば誰でも心拍が上がるんですけども、そうじゃなくて、まあ、心拍を上げたりとか下げたりとか、下げたりとかするっていうことですね。はい、ちょっと見てみたい。はい、では早速見せてもらいましょう。今現在はもうちょっと下げた方がいいです。
ですね。あ、120、120杯、110を14。すごい下がってる。下がってる、そうですね。じゃあこの辺からちょっと上げてきますね。はい、ちょっとあの遅れて出ますんでね、ちょっとあれなんですけど。はい。上がってる、上がってる。上がってる、上がってる。めっちゃ上がった。え？じゃあここからね下げますね。いきますよ。ちょっとね上がってますけど、ここから下がってます。167からですね。え、あ、すごいすごい。すごいすごいすごい。これはなんでこんなことができるんですか？そうですね、心臓をちょっとその意識的にそのあのコントロールする感じですね。へー。あの、まあ心臓は意識しても動かないって言ってますけども、実際意識するとね、動ける可能性が高いということですね。